ごい。今日最高だよ。え、こんなに綺麗な羊蹄山初？ここまでくっきり初じゃない？初かもしんない。やっぱさ、寒い時期っていいね。いや、そうだよね。富士山もそういうもんな。ここ入ってる。大好きなニセコサヒナキャンプ場に8ヶ月ぶりにやってきました。あちらです。すごい迫力。雪降ったね。山頂富士山ってこれの3倍あんの。どんな、もはや羊蹄山が約 1900m、 はい、はい、高っ。富士山が約 3800m、 プラス2000ぐらい。え、もう視界の3分の1ぐらいじゃん。ちなみに、富士山3800ね、エベレスト。え、なんでわかったの？なんでわかったの？世界的に高い山を言ってくるんだろうなっていうのはわかる。頑張ろうと思う。5000。なめてんの、エベレスト。8000。8840。ええー、これの 4.5。え、カメラの画角に収まらないかもしれない。うん、ええー、エベレストやば。自衛中なの。こちら羊蹄山でこれだけ喜んでるのにね。ってことで、今日は珍しくすごいいい条件の中、はい、キャンプができそうです。今日から本格的にお座敷スタイルに移行します。北海道は10月に入るともう一切虫がいないので、地面にアリとか、だからインナーテントのメッシュがいらなくなるんだよね、うん、もうそのままこの空間を全て使って床にモコモコを敷いて家みたいにゴロゴロ過ごすと、ああ、これがいいんですよ。最高なんですよ。ネクちゃんにはもともとリビングシートが付属でついてるんだけど、これをそのまま地面に敷くと汚くなるから、うん、泥っていうか土で、うん、このオーディグリーンっていう、まあ、ブルーシートみたいなやつを自分たちで同じサイズにカットして使ってるんだよね、うん、っていうことでこれを敷きます、ちなみにゼクちゃんは、うん、このリビングシートにテントの隅に引っ掛けるところがあって、うん、これでこう止めると立ち上がるんだよ ね、ちゃんとここが画期的だよね、これ。でお家みたいになるんだよね、うん、隠れ家だ。基地だ、基地。届いたんだっけ、エアーポンプ。あ、届いてる。なんとついに手に入れました、電動エアーポンプ。これで楽になるでしょう。まあそんなに大変、まあ大変だね、しまうときが特に大変。そうだね、入れるときはあれだけど、これ
入れるのもできるし吸気もできる、うんうん、からアマゾンで2800円ぐらいだった。あれそんな安いっけ。しかもこんなちっちゃいの5000円ぐらいかと思ってたけど違うよ。でこの口、うん、なんか直径に合わせていろいろ用意されてて、うん、で最初これ買ってさ、うん、ここにつけたんだよね、うんうん、あ実はね1回ね家でやってたね。そうしたらこの直径と合うものがなくてこの中にね、うんうんうん、でこうやってもさカパカパだから、うん、間違ったやつ買っちゃったって思って落ち込んでたんだよね、うん、そしたら、まあ、YouTube で調べたところ、うん、この空気入れに使う袋をここにはめて接続して、うん、この状態でこの中をはい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 、はい、こう辿ってね、うん、こうすると口がちっちゃくなる、ちっちゃくなる。ここにこれをつけて、はい、さらにちょっと私このゴムもつけて。それはなんで？なんかその方がフィットする漏れにくい。でここに入れると、うん、割とぴったりなのよ。でスイッチを押すと、うん、どんどん膨らんで今これ結構いいとこまで来た。いい感じ。パンパン。これでいいね。放置するだけで膨らむようになりました。素晴らしい。買ってよかったね。うん、3000円なら買いじゃない、うんうん、さっさと買えばよかったわもっと高いと思ってたのよ。抜くときは抜くときはこっちを接続するから多分これとか、うん、あ、そうだね、うんうんうん、ちょっと明日やってみる。はい。焼き芋持ってくればよかった。いやー絶対焼き芋だったじゃん。焼き芋だ今日は、うん、焼き芋だった。焼き芋日和だ。あったけ。待って星やばいよ今日。すごい、ね、これ何これ、ね、今日すごい、ね、雲一つない。プラネタリウムみたいな流れ星見れそうだね。うん、ケイト前に言ってたかもしれないけどテントのさ中からさ星見れるように透明なビニールがねビニール上についてたらいいね。最高だよね。クリスマスモード。確かに冬になると来たくなるかも。サヒナのネオンを見に。素敵すぎる。ペコペコや。ねえ、ちょっと焚き火やりすぎたね。うん、2時間ぐらい火見てた、ね、星も綺麗だったし。ちょっと今日は豚汁、サンマ、イクラ丼、ケイトの誕生日習慣のため僕がやります。犬負けは誕生日が1ヶ月ほど続きますまあお祝いメニューにしようかなと思ったんですが次回だよね、ケイトの誕生日お祝いは。え、十分お祝いでしょ、イクラ丼だもん。いつもよりは豪華って感じ、うん、ケイトの誕生日習慣だから。なんで2回も言うのなんで強調すんのまず豚汁作っていきます。サンマは普通に焼きサンマ、うん、うん、これでギュッとやる、うん、あれ箸ない。嘘、あれ箸忘れちゃった。箸忘れたかもしれない。あれどこにやったんだ。こっちに。
で米やるよ。うん、豚多いな。ミスった。見てこれ豚めっちゃ多かった。いいよ。あ、明日に取っとく。いいよ、多めで。いいか、多めでいい。みんな今豚だけちょっと塩コショウして。めちゃめちゃありうまただ豚焼いただけ。めちゃくちゃうまい。うまっ。めっちゃ腹減ってた。うめぇ。お腹すいてたら何でもいいんだろうね。何枚食べんの。もう4枚ぐらい食べてんじゃん。うまっ。全部家で切ってきたんでこれ入れてきます。豆腐と人参、大根、あれ、ごぼうは一番下。ごぼう一番下と、あと生姜。生姜大事。見てこれ、ゴロッとしたやつ、うん、じゃあこっちでご飯炊きます。うわ、めっちゃ美味しそう。ね、うまそうだね。イクラ丼を食べるときは豚汁食べたくなるんだよね。あれ、それ、ケン言ってたよね、それ去年。うちの母親が毎回イクラ丼には豚汁だったんだよね。キヌマケメニューね。いや、あるよね。そんなあるよね。あるある、まあ、王道なとこで行くと、ピザにはコーラっていう。ああ、うん、あとピザとケンタッキーとか。ピザとケンタッキー、え、どっちも食べなかった。ピザの日にケンタッキーも頼むってこと。そう、なんかクリスマスとかどっちも頼んでた、ピザとケンタッキー。ピザとケンタッキーっていう認識はなかった。ほんと、めっちゃじゃないですか。おそらく完成です。うん、おいしいおいしい。じゃあこれは一旦弱火で煮詰めます。で、サンマなんだけどこれで焼くしかないんだよね。これで焼くしかないんだけど、うん、まあ、サイズ的に明らかにはみ出るんだよね斜めに置いてもダメか。ダメか。顔焼けなくてもいい、まあ、うん、まあちょっとずらしながら焼くみたいな。そうだね。ちょっと外で焼いていきます。サンマ網にくっつかない焼き方って調べたらレモンを網に塗るって出てきて、レモン持ってきてないんで、すだちまあ同じでしょ。同じかな。クエン酸の作用でくっつかなくなるって。本気です。すごこれ、ほんと便利だよね。これサンマやるの2回目かな。2回目か。ああ、え、もはやもう中身出てる。すだちかけたのに。難しいね、サンマ。うわ、これはまた古代魚だ。2年前キャンプ場で直火でサンマやってほぼ原型なくなってただの骨になって古代魚食べてるみたいな。おおおお、あれみたいだった。え、何、長渕。そんな歌詞あったっけ、長渕。おお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 お。周りに一組もいないのをいいことに好き勝手やって今すごい火力が安定した。早く乗せすぎたのかもしんないなんか無人島生活みたいな見える森の中で魚焼いてる人。あの時よりはマシじゃない？2年前よりは、うん、あの時だって見なかったもん、うん、OK です。よいしょよいしょ。ちょっと持ってない持ってない。皮も、皮がうまいからね。うまいね、うん、よし。じゃあ中入って乾杯しますか。なんと、はい、本日、はい、特別にこちらです。そうだ、北海道の自慢、札幌クラシックフラノヴィンテージちょっと見し近くて近くて。今年も出ましたか、フラノヴィンテージでございます。夏の爽快もいいけどさ、秋もいいんだよね。素晴らしい。フラノヴィンテージっていうのはフラノの摘みたての生ホップをそのまま使用、毎年秋に出るシリーズでございます。こちらが2022年バージョンでございます。今度札幌クラシックの味3つ並べてさ、どれがどれみたいな。いいね。だからこれを夏まで置いといて、うん、ああいいねいいねいいね、じゃないとできないもんね、うん、そうだね。夏の爽快と一緒には飲めないからね、うん、うわうまい。比率うまいぞ今日。いいね。
うわ、天才だ、天才、黄金比、はい、ケンヨも飲もう、もう飲もう、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 おー、おいしそう、フラのヴィンテージ、乾杯、香るわ、あ、でもほんのり、おいしい、これも、あー、ちょっと苦い、いつものより、え、苦い？これ苦味わかんの？ちょっと香ばしい感じ、合ってんのかな、聞いてみたいね、聞いてみたいね、工場行きたいね、いや今年工場行けなかった、行こうと思ってたのに、結局サンマは古代魚になりました、いやでも2年前よりマシ、いただきます、いただきます、アニキサス気をつけてよ、大丈夫、火通ってるから、あ、冷めちゃったかな、大根おろしあんだった、ああ、そうだ、剥いてやっか、ケイト、うん、ほら、魚はいつも剣が剥いてくれます、いや、ケイトも剥けるけど、しょぼいよね、剥き方がいいんじゃないかな、くさ、くさ、くさ、サンマの生臭い匂いが、いただきます、うん、おいしい、全然めっちゃちゃんと焼けてる、焼けてる、素晴らしい、あの機械、うん、うん、めちゃめちゃうまい、うまいね、うまいね、サンマ、すだちがいい、すだち最高、すごい合う、うん、うわ、もう早い、だいぶ早い、あざます、早いね、ケン、早いね、でも喉渇いてた、久々にサヒナ来て、サヒナって羊蹄山一望できるサイト、車横付けできない、うん、で、今日めちゃめちゃいい場所が空いてて、うん、ここにしたんだけど、うん、荷物運びめっちゃ大変なんだ、うん、一輪車で何往復した 6ぐらい、多分6ぐらいしてる、5以上はしてる、でストーブはあの一輪車に乗せれないから、ケンが普通に手で運んできて、うん、まあまあな距離だったよ、ね、まあまあな距離だった、で最初横付けできる場所に、まあ富士山諦め、富士山じゃない、間違った、うん、富士山羊蹄山諦めて、ほんと楽なサイトにするか、うん、別に楽だけど綺麗なんだ、綺麗綺麗、うん、ただ羊蹄山が見えないだけで、うん、にするか、もう6往復してでも羊蹄山見えるサイトにするか、うん、一瞬迷ったんだけど、やっぱりこんなにくっきり羊蹄山見えることってあんまない、まずないでしょ、うん、だから頑張ろうって言ってこっちにしたけど、まあでもやっぱりちょっと大変だったね、うん、ストーブなければね、久々に目がチカチカしてみたいななんか怒ってたもんね、ケン、最後の方、荷物多いわ去年までこんなに荷物多くなかったとか言って、いや、自分に対してね、テーブルとかさ、うん、新調したじゃん、うん、使いやすいんだけど、やっぱ大きくて、まあ、うん、まあね、夏はいいんだけど、冬はね、冬はあの前のテーブルでもいいんじゃない、うん、じゃん、そうすっか、でもこうやって置けないよ、ねえ、豚汁とサンマとご飯置けないよ、いや、もうサヒナは仕方ないな、サヒナはもう覚悟していかないと、てか次から別にカーサイトでいいでしょ、うん、そうすっか、でも羊蹄山見たいからさ、一回ここでやれれば満足でしょ、いや冬も見ないじゃん、見に来ればいいでしょ、歩いて、いや、そこでコーヒーとか飲みたいでしょ朝早起きしたら大根おろし全部食われてるんだけどうんねえ、うん、俺二口しか食べてないよ、うん、うん、私も二口、嘘だ、めっちゃ入ってたよ、うん、うん、いや嘘だ、いいえ、まあでも誕生日週間だから何も言えないか、かなり煮詰めたよね、あれから、これあったまるよ、うん、ああ、コク出てるね、めちゃくちゃ美味しい、うまい、今日ほんと誰もいなくない、二組ぐらい、二組ぐらい、すごいね、こんなサヒナあんだね、こんな素敵なキャンプ場で、やっぱり冬になるとこんなにガラガラになる、うん、本州の人でさ、北海道にキャンプしに来たいっていう人めっちゃいるじゃん、俺らの DM とかコメントとかにもさ、結構秋とか狙い目かもしれない、うん、やっぱね、夏はね、びっしりだから取れないからね、その予約、うん、秋いいと思うな、じゃあ、今日のメインディッシュ、どう、硬い、いや、いいと思うよ、うん、素晴らしい、
方行ったね、剣は地味なのに。うん、いいと思います。素晴らしい。今日はね、ケイトの誕生日の2日前お祝いっていうことでね。で、明日は前夜祭で、前夜祭、当日はパーティーで、うん、次の日が高野祭で、その次の日は2日後のお祝い。オーバーを敷いて、ちょっと出る感じでよ。こういうこと？あ、そうです、そうです、あ、そうです。なるほど、なるほど。こちら。うわぁ、今シーズン初いくらです。高いのよ。値上がりしてますね。いや、前までグラム680円とかだったのにさ、今普通に1280円して、うん、で、めちゃくちゃ安くなって980円なのよ。はい、今回は980円。でも高い。どうする？どうするよ。かけるよ。うわっ、うわうわ、贅沢。うわ贅沢。うわうわ、こんなもん。うん、あんまり乗せると、うん、盛り付け的にちょっとあれなんで、お願いします。完成です。食べましょう。ありがとう、ケン。昨日夜な夜なケンがイクラをつけてくれました。あ、ちなみに北海道民は秋になったら自宅で、そう、大きい筋子を買ってきて、うん、それを皮から剥がしてほぐして醤油漬けにして、で、昔こんなにイクラが高騰してなかった頃はちょっと友達の家に持ってたりとか、うん、いやでもちょっとこの金額だとね、誰にもあげられない。だって結構な金額したのにさ、うん、タッパー1個半ぐらいにしかならないじゃん。確かに、別に2日3日で終わっちゃうじゃん。終わっちゃう。3500円。えっ、だからこんぐらいのイクラ丼が何回食べれるんだ。6回ぐらい。6回から8回ぐらい。1杯600円。高っ。高っ。でも下手したらなんか佐藤水産とかで買った方が安いかもしれない。佐藤水産っていう、佐藤水産佐藤水産みんな佐藤水産知らないからね。いただきます。ケイト大好きだからね、イクラ丼。あー、なんでだろうね。なんで、なんでだろうね。なんで高くなっちゃうんだ。めちゃめちゃうまい。うん、最高の締め。めっちゃ粒でかいよね。うん、4、5年前ぐらいまではさ、冷蔵庫の中のタッパーのイクラがなくなったら、うん、あ、じゃあもう次買ってこなきゃね、みたいな感じだったのよ。3回ぐらい買ったよね、ワンシーズン。もう一昨年ぐらいからね、ワンシーズン1回しか買えないから時代は変わるわ。半年ぶりかっけん、寝る前のお湯タイム。確かに。最近私たちの動画を見始めてくれた方は、なんだそれ、なんだそれって感じだと思いますが、うん、昼間け一通りご飯食べてお酒を飲んだ後、寝る前にお湯を飲みます。どうでもいい。いや、重要だよ。これ飲むか飲まないかでぐっすり眠れるかどうかが決まる。うん、冬は特に、うんうん、で、このお湯と一緒に大抵スイーツを食べるんですが、はい、今日はピスタチオのバスクチーズケーキ。これは絶対にうまい。ちなみにケイトは昨日食べちゃったんだよね。いや、2つあって片方食べたじゃん。いや、食べたじゃん。お母さんが食べた、私の。私は一口だけもらったから、うん、実質食べてないから、これは、うん、私とケンで半分こなんだけど、うん、今週は私の誕生日だから、うん、私が3分の2、うん、まあまあ、そうだな、うん、そうだわな。こういう時だけ頭働く。横になりながら食うか。横になりながら食う、やば。牛じゃん。やばい発想だぞ。何それ、牛って。牛食べてすぐ寝たら牛になるみたいな言うじゃん。いやいやいや、横になりながら食べるのよ。もうそれは超牛。超牛。
牛超えて超牛、超牛、もう牛すぎ、それは牛すぎいやでも確かに全部この辺きれいにしてからね、なんか食べてそのまま寝たい、や歯は磨くけども寝床作ってから寝て食べるか、そうしよう、うん、もう寝る準備しましょう、模様替えだ。昼間家はワンポールテントで狭いので、食べ終わったらテーブルとかを全部避けて寝床を作り直してっていう作業があります。はい、だからツールームテントが欲しい。確かに、いやでもこのポールが中心になかったら十分な広さだし、まあね、だから二股化してみたらいいんだよね。うん、ね、それやってみたいね。天幕の二股ポール買おうかなってさっき一人で考えてた。三股だったな、それ。三股か。実質ツールームみたいな感じにできるかもしれない。この半分は寝床、うん、半分はご飯食べる場所。うん。うん、確かに。それでね、大丈夫だったらツールーム買わなくてもいいわけだからね。いや。うん？なんで買おうとしてる。それとこれとは話は別だ。なんでよ。もう欲しいもんは欲しいんだ。寝る前の牛。牛？もう靴下履き替えた。あ、おにゅう。こっちだった。明日の朝島見れるかな。ああ、見れたらいいね。暑そうじゃない。暑そう。めっちゃ暑そう。罰ゲームじゃないんだよ。おでんみたいな。ダチョウ倶楽部じゃないんだよ。暑っ。暑っ。熱いわこれ。熱熱熱熱熱。ああ、あったまるわ。お湯が一番。二十歳ぐらい老けた。青汁飲んだら。なんだっけ。味お汁を飲み始めてから25年。これあのミラクルヒカルの青汁のモノマネだからね。あれ100回ぐらい見たよね、面白すぎて。200回は見た。200回見た。あの2億6000万のん、2億6000万のモノマネのミラクルヒカルのやつは多分再生回数何百万とか言ってるうちの200は私。今日寝る前にもう一回見よう。はい、いらない。はい、いらない。めっちゃ溶ける。表面のこの焦げた香りがまたいいね。うわ。めっちゃ滑らかじゃない？中。食感もいい。こぼすね。美味しい。うま。うま。うま。剣でしょ？牛。あ、牛座だっけ？双子？剣の星座家に覚えられない。剣、私が何座か知ってる？いて座。カニ座。10月って何？牡牛座。あ、違う違う違う、牡牛座4月か。そうよ、私はサソリだ。歌ってるしょ、カラオケで。だから歌ってる。うん、サソリ座だから歌ってる。堂々と歌ってる。私の歌よぐらいな感じ。いや、何十回も歌ったかのように言ってるけど、一回しか聞いたことない俺。寝ます。なんか天初おろし、今シーズン。今日は札幌市内からもっと寒い方に来ていて、多分朝方なんだろう。あ、マイナス3。今0度。いや、もっと結構マイナス5ぐらい行くんじゃない？今で0度だったら。確かに、まだ11時だもんね。マイナス3まで行きます、ついに。はい、まだ10月後半です。え、私の誕生日大雨なんだけど。まあいっか。さっき歯磨きに外に行ったんだけど、キャンプ始めて2年間、この2年間のうちで一番綺麗な星空だった。うん、やばかった。空気も綺麗で。やっぱ冬の方が星は綺麗だね。うん、
いい気分で寝ます。寝ます。シマウにも寝袋作ってやんないとね、一日中キャンプしてることになるからね。これでいいでしょ。あ、これで横になればいいのか。横になればいいんだだってずっと座ってたら疲れるから、こう眠ればいいんだ。いや、鳥ってそんな横になんないでしょ鳥ってもうこのままさ目つぶるし。そうなの。じゃないの。横になんのかわいいな、めっちゃ。いや、そんなはずなくない服も脱ぎなさい。服着たまま寝るのおかしいからね、シマ。服畳んでやるから。幼馴染見てるかもしんないぞ。ちなみに私がシマに話しかけるのを見て気持ち悪いって言ってくるその幼馴染が、この間半年ぶりぐらいに会ったんだよね。うん。ケイト、何度も言うけど、本当に無理。顔マジだったよ。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。おやすみなさーい。